はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、名古屋来ております。というのも、本日訪れたお店が以前ね、僕も動画で撮影はしておりますが、チャチリンさんという、もうね、名古屋でも有名な旨辛系のね、ラーメン屋さんに来ております。こちらのチャチリンさんなんですけれども、名古屋で有名な台湾まぜそばの花火さんという有名店のオーナーさん、新山さんがねプロデュースしているお店でして、以前ね、僕も名古屋に来た時にお仕事の関係でご一緒に飲ませていただいた方も、おすすめのねラーメン屋さんありますかってたまたま聞いたら、チャチリンが美味しいよっていうぐらい、もうね、地元の方にも愛されてるお店なんですが、前回ね撮影をさせていただいた時は、通常ね提供している4品のメニューにバクシャチというめちゃめちゃね辛いラーメンいただいたんですけれども、今回はさらにね、その爆シャチの上を行くメニューがあるらしいんですけど、それをいただきながら、またね、こちらのシャチリンさん、厚田という地域にも2号店をオープンしまして、例えばね、1月の末までで限定で販売しているメニューが2種類あるらしいんですけれども、今回はね、特別にこちらの本店さんの方でそちらの2種類もいただけるということでしたので、計ね、3杯いただいていこうと思います。それでは早速ね、店内に入ってまいりましょう。で、ちなみにこちらがメイン花火さんのオーナーさんである新山さんなんですけど、ね、コメント欄でもよく言われるんですが、そっくりじゃね俺に、めっちゃ似てるということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、1杯目すでに到着しております。1杯目がこちら限定メニューになります、辛麺二郎でございます。ニンニクとね、背脂がトッピングされておりまして、ピリ辛のねスープになっておるみたいでございます。それではね、早速いただきます。相変わらずこうよだれがこうもう見た目だけで出てきますねあーうまい、あーうまい、うまい、うまい。いわゆる台湾ラーメンみたいな良さも入ってるし、二郎っぽい感じも入ってるし、普通の台湾ラーメンよりも動物系のね、この甘みっていうかコクが強いので、本当にね、両方のいいとこ取りって感じのラーメンでございます。超うめえ。ちょっとこれ麺もいただきます。うわ、またいいっすねこれ、麺も太縮れとか平打ちの太縮れかな。ご飯食いてご飯食いたい、これうまいっすね、やっぱり。うん、うわー、溶き卵のこの優しい感じもしっかりとスープに染みてて、ガツンとしてんだけどまろやかなんですよ。これが通常のラーメンもそうなんですけど、やっぱねチャチリンさんの良さかなって僕思いますね。これちょっと食ってほしいな。これちなみにあれですよね、コールみたいな感じで背脂とニンニクが選べるって感じなんですかね。これ両方絶対入れてほしいですね。ちょっと予定がない方は絶対ニンニクも入れてほしいですね。やっぱ辛いもんってニンニクって合うんですね間違いないですね。でこれね、チャーシューっすよ。提供前にね、丁寧に炙ってくださってるチャーシューなんで、これもうすでに湯気の香りがめちゃめちゃいいっす。飲みたい竹が飲みたくなる。ちなみになんですけど、店長さん的にこのメニューだったらこのトッピング合うよとかあります？がっつりなんで、はい、このままで十分美味しいんですけど、はい、まあ、プラスチャーシューがっつり食べたい人はもう足すのが結構多いです。肉増しって感じなんですね。肉増しが多いです。うわ、確かに2枚じゃちょっとなんか物足りない気は分かりますね。がっつりと行きたくなっちゃうような、いわゆる二郎系でもないし、もともとレギュラーメニューのあの旨辛系のラーメンともまた違った、なんか本当にうまいラーメンですね。これ限定なのがもったいないですね本当にうん、うまっ。でこのラーメンね、もともとしっかりとスープ入ってるんですけど、溶き卵があったりとか麺もしっかりとスープを持ち上げてくれるので、混ぜていくと勝手にね粘度が出てきて、混ぜそばとラーメンの間みたいな、汁多めの混ぜそばみたいな感じになってきて、これ最初にいただいたその感覚よりも後半の方が結構パンチ効いてきて、これね、味わいの変化とかもものすごく面白いと思います。うん、
したらそろそろ追い飯お願いしてもいいですか。はい、これちなみに結構普通のお客様とかでこうラーメン召し上がってどれぐらいの割合で追い飯されていきます？もう8割ぐらいはお召しされるかと思います。すごいですね。ありがとうございます。いただきます。はい、お待たせしました。うわ、うまそう。でもそっか、追い飯も本当に一口サイズというか、はい、はいはい、なるほどなるほど。これは頼んじゃうかもしれないですね。でね、今回いただきましたのがスペシャル追い飯ということで、ご飯の他に、まあ、ネギだったりとか海苔だったりとか刻みのね炙りチャーシューも入っててめちゃめちゃ豪華ですね。いや、このインサートの絵ずるいな、これうまそう。がっつかせていただきます。ここでですね、昆布酢をちょこっとだけ垂らしていただいて混ぜていただくと。ありがとうございます。ちょっとおすすめの昆布酢いかせていただきます。あー、うまい。うんうんうん。はい、ということでこれ一杯目ね、汁まで失敗と完食させていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。ということで2杯目がね到着いたしました。こちらもね先ほどお話しした限定メニューになります。汁なし辛麺でございます。もうねニラ、ニンニク、ネギともうトッピングがめちゃめちゃ乗っております。そしてちょっと2杯目もいただきます。ちょっと卵いかせていただきますね。うーわー、あーうまそう。汁なしなんでね一旦具材これ全部混ぜさせていただきます。これ以前のね動画でもご紹介してるんですけど、汁なし系とか麺を揚げるときに一回ね木の棒で思いっきりテポンの中でかき混ぜるんですよ。そうすると麺の表面にね傷がついて独特の小麦のぬめりっていうんですかね、甘みとか香りがすごく引き立つので、そういった作り方をされてるんですけど、多分ねカメラ越しでも伝わると思うんだよね、この粘り気、これがねめちゃめちゃ特徴的でございます。いただきます。うん、うまい。これはベースの返しの方に魚粉みたいのが入ってるんですか。そうです。ガツンとしてるんだけど、その魚粉のおかげで風味とかがね若干ね和のテイストなんですよ。それがなんかすごく収まりよくて、ガツンとしてるだけじゃないので重たいんだけどすごく食べやすい汁なしになってます。がうまいですね、絡むとすぐなくなっちゃいますね。すぐなくなっちゃう。早いね、やっぱり。うん、したらすいません、次ちょっとスペシャルじゃなくていいんで追い飯 かける2個分くらいいただいていいですか、ご飯を。すいません、ありがとうございます。これ追い飯ダブルでいただきました。これ一番ビジュアルがいい意味で良くないですね。これはずるいやつですね。これもうだいぶずるいでしょう、これ絶対うまいでしょう。うん、ニラの香りとかネギの清涼感とかそれがねすごく際立ってるんで、またねこれは絶対に追い飯してほしいです。結局どっちもなんだけどやっぱ必須ですね、確実に。うん、うん、うん、はい、ということで2杯目もしっかり具材まで完食させていただきました。大現場爆写地のマックス。ちょっと覚悟していただきます。はい、すいません。大閻魔とか、もともとの爆写地もそうですけど、5から食べた人限定で爆写地が食べれて、爆写地を完食した方限定でまた大閻魔が食べれるみたいな感じですもんね。皆さんちょっと、これね、初回の注文では注文できないので、これ食べたい方はね、何回か通って辛いの食べてみてください。ちょっといただきます、これ。いや、スープは、あんまベースと変わらないんだよな。急に入ってくる感じじゃなくて、もうじゅわーって。あ、これダメなやつだ、痛い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 
痛い痛い痛い。このラーメンの良くないところ、この旨辛のやっぱベースがちゃんとうまいんで、初対面の時は動物ですって入ってくるんですけど、5、6秒ぐらいするとだんだんこう辛みって痛みがこうじわじわ広がってきて、ボディーブローすごいんですよね、この子。あー辛いかもな。うん、で今回はね、あのマックス盛りっていうトッピングで、もやしが2倍、ネギが2倍、チャーシューが3倍という、あのマックス鈴木さんがね以前来た時に記念して作られたトッピングなんですけど、マックストッピングなんで、まあ、水分もねちょっと出やすいんで、普通に食べるよりは辛くないかもしれないです。そこだけが救いですかね。早速ちょっと先にね麺いっちゃいますか、これ。ああなるほど、この細麺な感じでがっつりとスープが絡むタイプですね。うん、あでも辛いですけど、麺と一緒だと麺の風味がしっかり細麺だから立ってるし、思いのほかかも。うん、でもまだ本当に数口ですけど、爆シャチの日じゃないかもしれない。爆シャチはシンプルに甘いです。僕はベースの甘みがもっと感じましたけど、こいつはあの辛いです。辛いです、シンプルに辛いですね。まあでも本当にちょうどその苦味が出ない程度ですし、唐辛子独特の臭みっていうですかね、あれは全く感じないですね、はい、ここから上に行くともうちょっと少しずつ苦味や甘みが出てきます。美味しいよりも辛みの方が優先されてる感じですね。挑戦だって辛いですね。いやこれも挑戦だと思いますけど、ね、十分挑戦だと思いますよ。ちょっと熱いよ、汗垂れてきましたね。でも本当におっしゃられる通り、まだ僕はここはうま辛だなって思いますね。でもこれ以上はもう僕は悶絶というかチャレンジ風景になると思います。もう極シャチは食いたくないな。もうきつそう。いやまあ十分やっぱこれも今半分ぐらいいくとだん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 蓄積してきて痛みがきますね。ちょっと見えるから汗がねだんだん止まらなくなってきたよ。いやすごいすごい。うん、久々に辛いもん食って汗かいた。うん、なんかだんだんこう慣れてきて、辛みよりもむしろ甘みの方が感じるようになってきましたね。体は正直なんですけど涙も出てるし汗も出るんですけど、体感は甘いなって感じになってきました、だんだん。うんうん、これも追い飯ってできるんですか。お願いしていいですか。うん、3杯目の大円満爆シャチも追い飯込みでね、スープまでいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで、ただいまね、シャチリンさんで限定メニューと大円満爆シャチというね、まあ激辛、まあ旨辛メニューかな、をいただいてきましたが、やっぱりね、2回目の撮影だったけど、もうどれもめちゃめちゃ好みのラーメンでございました。で、今回ね、これ動画見てくださって皆様に朗報でございます。今回いただいた限定メニューの2品ですね。もともと、あっさ店さんの方で1月末まで限定販売をする予定でしたが、今回のね、動画の撮影の記念ということで、販売期間を延長されるそうです。詳しい機会についてはね、僕の概要欄の方にシャチリンさんの公式インスタグラムの方を載せておきますので、そちらから、詳細の期日は発表させていただきます。で、プラスアルファ、注文の際にね、僕の動画を見ましたとお話しいただければ、トッピング一品無料でいただけるということで、これね、もう全く先着関係ないので、ぜひね、この動画を見てシャチリンさん行ったお客様は、トッピングね、無料でしてみてください。で、最後にだ、なかなかちょっとお店に足運べない方がいらっしゃると思いますので、今ね、シャチリンさん公式インスタグラムの方で、DM で混ぜそばの通販を販売しておりまして、そちらの方ね、インスタグラムの方をフォローしていただいて、DM で購入していただいたお客様のうち、抽選で10名様限定で、そんで混ぜそばが無料でプレゼントいただけるということでしたので、ぜひね、そちらの自宅で楽しめる混ぜそばも公式のインスタグラムから購入してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。前回ね、マックスさんも爆シャチ食べましたけど、続いてこの大円満お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあねー。